こんにちは、ガオです。ということで今日は ZOZO タウンで爆買いした11万円分の秋服を紹介していこうと思います。そう、個人チャンネル恒例企画の ZOZO タウン爆買い購入品紹介のコーナーなんですけども、今撮影しているのが10月ということで、もう最近はね、夜とかはもう半袖じゃ寒いぐらい涼しくなってきて、ようやく秋服が着れるような季節になってきて、いよいよ秋服っていうのを本格的に買い始めてる方も多いかと思う時期なんですけども、そんな中ね、自分も ZOZO タウンで秋服っていうのを結構もう7月8月9月とかから買い始めてて、で今回もね、めちゃくちゃかっこいい秋服っていうのを11万円分なんですけど、商品数的には3点だけ購入して、結構ねお高いアイテムとかも購入したんですけど、もうどの商品もめちゃくちゃ気に入ってるアイテムなんで、それを今から実際に軽くコーデを組みながら着用して紹介していこうかなって思います。ということで早速喋ってるだけだと面白くないと思うので、購入の方を紹介していきます。はい、ということで ZOZO タウンで爆買い商品を紹介していこうと思うんですが、自分は身長177センチなんで、よかったら今から紹介するサイズの参考にしてください。ということで早速1商品目から紹介していこうと思うんですが、1商品目はなんとこちらです。もうオープニングから分かってたかなっていう方もいると思うんですけど、毎度毎度ずっと着てるんで、このオープニングから着てたこちらのスウェットですね、ディスカバードのルーピングレザーオーバーサイズスウェットになります。ディスカバードさんがね、自分がやってるジデイルの方でも商品のコラボアイテムを作らせてもらってるドメスティックブランドになるんですけども、毎シーズンなんやかんやいろんなアイテムを買わせてもらってて、で結構ねよく買っているブランドとしても紹介させてもらってる、そんなディスカバードさんなんですけど、今回もねこの 23AW のスウェットを購入させてもらいました。こちらサイズ2を購入して、で今パンツにね先ほど軽く言ったんですけども、自分がやってるジジールとディスカバードさんとのコラボのこのサイドにね、ディスカバードさんの代表的なデザインであるシェルステッチが施されたワンウォッシュのストレートのデニムパンツと合わせてオールブラックコーデみたいな感じで組んでみたんですけど、結構ねシンプルな黒のスウェットにちょっとデザインが効いてて、こんな感じでレザーテープがルーピングで各所に配置されたスウェットになってますね。これがねちょっとシンプルなんですけど一癖あるっていう感じで、何も考えずに着ていけるかなって個人的には思いますね。まあ毎シーズンスウェットっていうのは何やかんやたくさん買ってるんで、夏は T シャツ何千枚あってもいいって言ってるんですけど、秋冬はスウェット何百枚あってもいいって個人的には思ってるんで、ちょっとね今回もね自分が何やかんや一番着るブラックを購入してみました。サイズに購入したんですけど、まあ身幅は結構広めで、着丈はねそんなに長くなくてやや短めなデザインになってるんで、こういったワイドパンツと合わせても全然足が短く見えないようなサイズ感になってますね。いいですね。まあ、こういったシンプルなスウェットとか使うときは、今ジディールのパールネックレスをつけてるんですけど、こういったネックレスとかを垂らすっていうのが自分の中ではマイルールみたいな感じになってますね。最近ほんまにもう無地だけとかのアイテムっていうのを全然着なくなってきたんで、ていうかもう着てないんで、こういったブラックのシンプルなスウェットやとしても、このレザーテープのルーピングっていうのがかなりアクセントになってて、自分的にも最近の気分にハマるかなっていう感じのディスカバードさんのスウェットになっております。でこちら生地はね裏毛の生地が採用されてるんで、今の時期とかはもちろんなんですけど、冬だけじゃなくて春とかちょっと暑くなる手前ぐらいまでは着れるんじゃないかなっていう感じの生地感になってますね。いいですね、こんな感じでオールブラックコーデで、もうこのディスカバーさんとのコラボで販売させてもらったデニムパンツとかもサイズや色によってはもう完売してしまっているアイテムも出てきてるんで、よかったら気になる方はジディールのオンラインショップの方もチェックよろしくお願いします。ということで1商品目はこちらディスカバーさんのスウェットでした。続いての商品紹介していこうと思います。続いてはこちらです。 MASU のバッグを購入しました。そうなんですよ、パッと見た方はこれバッグなんて思う方もいるかと思うんですけど、バッグにしても全然入らんやんって、このアイテムやったりこのブランド知らない方は思うと思うんですけど、これ実は A4 サイズまで対応してるバッグなんですよ。どういうことって思いますよね皆さん。こちらね生地が近くで見るとちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、こんな感じで MSU の代表的なデザインの絞り加工で、このトゲのような凹凸のデザインを表現した生地を採用してて、で伸縮性の高い生地を採用してるんで、かなり伸びるんですよね。ほらこんな感じで、今ちょっと引っ張っただけでもこういう感じで伸びるんですけど、バッグって物を入れるじゃないですか、まあそれ用のためじゃないですか、やから物を入れるとこう伸びて A4 サイズまで入れれるサイズ感に広がるっていうデザインのバッグになってますね。かなりコーデのアクセントになるようなバッグなんですけども、結構自分ブルーのコーデすることが多くて、まあそういった感じでオールブルーじゃないですけど、ブルーコーデを組む時やったり、なんか足元のブルーやったり、どっかのパーツのブルーを拾いたいなっていう時、プラスちょっと一癖欲しいなっていう時はこのカバンを使おうかなと思って購入させてもらいました。で多分物を入れた方が分かりやすいんかな、ちょっといろいろ入れてみます。まずはこちら、自分が愛用してるグッチとバレンシアガのコラボの財布、余裕で入ります。ほい、
ほら今ちょっと伸びたの分かりました。入れる前はこんな感じで入れてみるとめちゃくちゃでかくなるんですよね。こういう感じで A4 サイズまでものが入るんですけど、で広げた時にちょっと出てくると思うんですけど、この青のプリントはブランドのギリシャネの文字の M の文字がプリントで施されてますね。ショルダー背負ってみるとこんな感じですね。このバッグめちゃくちゃ軽いんですけど、ポケットの部分に物を入れると重心がここに行くんで自然と下に落ちて、こういった感じで綺麗なカバンのシルエットになるんですけど、中に入れるアイテムとかによってカバンのシルエットとかも変わるっすよね。これめちゃくちゃ丸いもの入れたら丸くなるし、もうなんか教科書みたいな四角いもの入れたら四角い尖ったバッグになるっていうね、かなり変わったバッグになるんですけど、こういったシンプルよりなコーデの時とかにアクセントになるようなバッグになってますね。ちなみにインスタグラムやったりウェアとかにもこのバッグを使ってこんな感じでコーデ結構投稿してたりしてて、届いてからかなり愛用してるバッグですね、はい、最近パソコン持ち運ぶことがなくなったんで、このぐらいのサイズ感のカバンとかも重宝してるんで結構もう愛用してて、この秋冬に限らず夏とかもね全然使えるかなと思うんで、今後愛用していこうかなって思っております。そんな感じのこちら MASU のバッグでした。で続いてね、最初に言ったと思うんですけど、今回3点だけって言ってて、この人のがで金額的にも今ここら辺にも出てたと思うんですけど、あれ全然まだ11万円分も購入してないやんって思ってる方もいると思うんですけど、次のアイテムが結構いいお値段してめちゃくちゃ欲しいなと思って、ただめちゃくちゃいいお値段するし迷ってたんですけど購入した、今結構大満足している、そんなアイテムを紹介させてもらいます。そんなアイテムがこちらです。深夜小塚のニットになります。そうなんですよ、こちらですね、購入させてもらいました。お値段がね約7万円ということで結構いいお値段したんですけど、このデザインやったりあとは生地感やったりシルエットっていうのがかなり自分好みな、ちょっと今年の秋にトップ1枚で着たいなと思ったんで購入させてもらいました。一応柄ニットになるんですけど、この柄っていうのが深夜小塚では毎シーズン定番で出てる絵画シリーズで、この絵画はデンマークの画家のヴィルヘルム・ハンマースホイさんっていう方の絵画で、女性が水を注いでる後ろ姿を描いたニットになっております。そういいっすよね絵画、最近結構美術館でいろんな絵画見るのもハマってたりしてて、プライベートでよく行ってるんですけども、そんな中深夜小塚もう最近よく買ってて、買ってるって言ってもスウェットのセットアップを2色かな、去年の冬か春ぐらいに購入してて、で今年もね 23AW で ZOZO タウンではないんですけど別でセットアップ購入してて、スウェットのまたまたで ZOZO タウンの方ではこの深夜小塚の海外のニットの方を購入させてもらいました。でこちらサイズ L サイズを購入して、かなりオーバーサイズなサイズ感になってるんで、ちょっと実際に着てみようと思います。こんな感じで試着をしてみるとどうですか、めちゃくちゃかっこよくないですかこのニット。そうサイズ感とかねめちゃくちゃ好きで L サイズにしたんですけど、個人的にはめちゃくちゃ正解ですね。見てもらったら分かる通りこんな感じで、着丈はそこまで長くないんですけど袖丈がめちゃくちゃ長くなってて、で身幅も広めで落ち感のあるニットになってて、ストジョのこのニット紹介の動画でもこのニット紹介させてもらったんですけど、今年の秋冬はスウェットももちろん買うんですけど、どちらかといえばこういった感じのニットをねたくさん着ていきたいなって個人的には思ってて、でいろんなニットを見漁ってたところ、こちらの柄のジャガードニットを見つけたんで購入してみました。いいサイズ感ですね、めちゃくちゃ。パンツはパンツ専門ブランドプレクミーのストライプパンツのブラックを履いてるんですけども、こういった感じのワイドのストレートのパンツと合わせて自分は履いていきたいなって思いますね。このニットの生地がナイロンとアクリルとウールとキットモヘアのブレンドで作られた生地になってて、まあ、ウールとかも入ってるということで冬とかも全然涼しいかなって思いますね。このアームホールやったり袖であったり身幅が結構デカめなんで、なかなかこの上に羽織れるアウターっていうのはねちょっと選ばないといけないんじゃないかなって個人的には思いますね。まあ、でもこの秋に大活躍しそうな深夜小塚のニットになっております。めちゃくちゃいいな、この感じ良くないですか、この感じのここら辺スラックスのこのテロッとした感じとニットの糸の表情が合わさった感じが個人的にはお気に入りですね。タックインとかしちゃうとね、まあ、このせっかくの絵画が潰れちゃうんでタックアウトしてこのニットは着ていきたいなって個人的には思います。そんな感じのゾゾタウンで爆買いした11万円分の秋服でした。もうちょうど通知が鳴った。はい、ということでゾゾタウンで爆買いした11万円分の秋服紹介が終わったばかりなんですけども、どうですか皆さん的に気になるアイテムとかはありましたか。個人的にはねどれも大満足いくアイテムで、まあスウェットやったりこのニットっていうのはまだちょっと暑くて着れてなかったんですけど、ようやく着れるような季節になってきたんでどんどん着ていきたいなって思いますね。 MSU のバッグとかはもうめちゃくちゃ使いまくってて愛用してるんで、今日紹介したこのニットやったりスウェットやったりのコーデっていうのをまた自分のインスタグラムの方に投稿していこうと思うんで、よかったらこちらの方もフォローよろしくお願いします。お願いいたします。という感じでこの動画を見て秋服買いたくなってよって方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで今日も最後までご視聴してくださった方
ありがとうございます。バーイ。